グランドショミエール芸術学校の入り口事項申し込み書きグランドショミエール芸術学校アカデミー・ドゥラ・グランドショミエールはモンパルナスカイワイパリ・ロックにある美術学校である。1904年頃設立されたスペイン出身のクラウディオ・カステル町創立者とすることもある。グランドショミエール通り14番地にあるのが名前の由来である。スイス人画家 ステトラーが最初の校長を務め、1909年からロシア出身のダンネンベルク、アリス・ダンナンバーグ、18611948とカステルチョやフランスの画家,家、リュジアン・シモンが共同校長を務めた。同じ私立の美術学校アカデミー、ジュリアンなどと比べて月謝が安く、ほとんどがモデルに払われる費用と冬の時期の暖房費用程度であったとされる。 オープンなシステムで好きな期間だけ、たとえ数時間だけでも入学でき、モデルのスケッチを行い、教師のアドバイスを受けることも受けないことも自由であった。モデルが5分ごとにポーズや場所を変えるクロッキーやサンクミニッツという授業も人気であった。ありがとうございます。